ちは、メリタマモカです。今日は犬山城下町で美味しいものを食べたり、いろいろぐるぐる回ろうと思います。浴衣も着てみました。髪の毛もやってもらいました。やってますでしょうか？では回っていきます。 GO！はじめさらっとどんなのがあるのか回ってみて、これ食べてみたいっていうのはいくつかあったんですけど、来るのが遅くて浴衣の返却時間もあって残り1時間くらいしかなかったので急がなきゃならないです。まずは山田五平餅店で五平餅食べに行きます。続いて秘密基地というお店で射的をしに行きます。浴衣を着ている人はキャンペーンで無料で射的やらせてもらいました。挑戦してみましたが全くかすりもせず終わりました。でもうまい棒もらえたのでプラマイゼロです。前はないか、前プラス横丁歩いてるとお店の雰囲気とかでタイムスリップした気持ちになんかすごいなるからいいんですね。時間が思ったより少ないので急いで食べたいものを買い集めます。本町茶寮で金魚ゼリーソーダと、いちご飴と、醤油団子と、でんがこを買いに行きます。食べ過ぎ、ね。
金魚がさ浮いてこないんだよね。これ浮金魚なんだけどさ全然浮いてこない。金魚これわかるかな。めちゃくちゃそうだ。うまっ。いちごぶどう。これが電学とそれだ。どうしよう、それだもん。半分食べる。半分食べる。エンバームです。いただきます。かわいい。ミヤノの米で作られているエンバーム、いちごとレモン食べてみました。Yeah.
レモン味。あ、待って。あ、また嫌な予感。終わった。キヌヤというところで糸操り体験ができたのでやらせてもらいました。からキヌヤ糸を取る、うん、へぇー、これじゃあ、いき、うん、ない、あ、からもう死んでるんです。あ、そうなんですね。はい、はい、うわどれぐらい回してんの？何周とか？何周でも行ってもらって大丈夫です。眉が、もう何も糸が出なくなるまで回していただきます。あ、そうなんだ、はい、もっと早く回しても大丈夫です。すごい、こんなに細いのに切れない。眉が回ってる。すごい。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。犬山城下町、いろいろおいしいもの、懐かしいものたくさんねあってすごく楽しめるとこなので、もし愛知県に来た時、近くに来た時ぜひ行ってみてください。私もまたいろいろとまだ今回食べれなかったものでもまだ食べたいものがあったので、またいつか第2弾という形でまたご紹介できたらなと思います。はい、ではまた次の動画でお待ちしております。上田桃香でした。バイバーイ。